大阪市特別定額給付金の給付率たった3%に本日までに大阪市の特別定額給付金の給付率が給付対象の世帯数に対してたったの3%しかないことが明らかになりましたこちら大阪市においては152万世帯が対象となっておりますけどもこの 大阪の給付率、神戸市と比べますと、神戸市は76万世帯が対象となっており、すでにおよそ60万世帯に給付が行われておりますので、この全世帯数に対する給付率で見ますと78、78%になっておりますが、単純に世帯数で比較した場合、大阪においても、 ま大体40%程度の給付率がなければおかしいと思うんですが現状はたったの3%しかございません大阪も神戸も人口規模で比べますと公務員の数はそれほど変わらないんですがなぜここまで差が出てしまっているんでしょうかこの大阪においてはオンライン申請も停止されており 給付に時間がかかっておりますが、維新の松井一郎市長は準備不足だったと釈明されておられますけども、大阪の国民からしたら非常に迷惑な話でございますので、この給付金、今後もですね、給付される可能性がございます。維新には松井さんには、なぜ給付が遅れてしまっているのか、 原因を究明し、今後二度とこのような問題が発生しないように対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。